今国会で LGBT 法案が成立するとのことで残念ではありますが、一方で最悪の状況は免れたのかもしれません。はい、皆さんどうも参議院議員の浜田聡でございます、えー。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。えー、ただいま令和5年の6月12日月曜日、時間が23時15分を過ぎたところでございます。えー、最近話題の LGBT 法案でございます、えー。先週金曜日にですね、衆議院の委員会の方で、まあ、可決したということでございます。で、明日ですね、 衆議院の本会議で衆議院を通過する予定で衆議院を通過するとですね今後参議院に来てですね委員会そして本会議賛成多数となって可決する、まあ、成立する方針 よ、うです。えー、まあ、これに関してはですね、まあ、私非常に残念ではあります。えー、まあ、私の考えはですね、LGBT 法案というのは、ま、不要であると思いますし、まあ、国会で、ま、ね、あの、採決の際には、ま、反対の方針でございます。ということで、まあ、これについてはですね、過去にも、まあ、今国会でもですね、参議院の予算委員会で、LGBT 法案に関してはですね、まあ、取り上げております。ということで、まあ、あの、興味のある方はですね、まあ、ぜひ予算委員会の私の質疑を見ていただき いければと思いますが今回のね、この法案の話に戻りますとですね、ちょっとね、産経新聞の、まあ、記事のところをですね、少し読み上げますね。タイトルとしてはですね、LGBT 法案、維新、国民案、繁栄の与党案、衆院内閣委員会で可決というタイトルでございます。産経新聞のね、6月9日の記事ですね。はい、衆議院内閣委員会は9日、LGBT など性的少集者への理解増進法案をめぐり、日本維新の会や国民民主党の要求を反映させた、 修正与党案を自民公明維新国民など賛成多数で可決した13日の衆議院本会議で修正与党案を可決し参議院に送付されるということでございますでですね、まあ、この LGBT 理解いわゆるね、まあ、理解増進法案なんですけれど、まあ、私がですね一番気に入らないのはですね、まあ、理解増進法案と歌い つつもですね、まあ、あのじ実のところはですね、もう利権増進法案となるところでございます。まあこれはですね、この法案に限らず、えー、いろんなね、法案がまあ成立するときにですね、利権がですね、利権団体がバンバンできていくということになります。まあこれはですね、まあこの財源となるのはですね、皆様からの税金、まあつまりね、公金ということで、まあね、最近流行りの公金中中ということはありますけれど、はい、えー、法案がですね、成立するたびにですね、 高、まあ、金中中がま行われるということ、まあこれしょっちゅうあるわけなんでなんですが、まあねこういう法案に関してはですね、私基本的には反対の方針でですねあります。今回なんですけれど、その維新とねあの国民がまあ意見を出してですね、その案がまあ,あの結構認められたということになります。で、ちょっとね先ほどの産経新聞のね記事をま引用したいんですけど、その前にですね、まあ、今回のね維新と国民のまあ案によってですね、えー、ちょっとこ,この高金中 中の部分にですね、まあ、かなり抑制が入ったということになろうかと思います。ではですので、まあ、その点に関してはですね、最悪の事態を免れたのではないかと私は考えるわけでございます。まあ、もちろんね、あの全絶対ない方がまあいいとは思う思いますしね、ね抗菌中々がまあ完全にないわけではないですが、法案の重要なところからはですね削除されたという感じはしますということで、ちょっとね産経新聞の記事をもう一度さらに続きを 引用すするとですねはい修正案は与党案で国による啓発の取り組みとして例示されている民間の団体等の自発的な活動の促進を削除し性同一性の用語は英訳であるジェンダーアイデンティティに置き換えた。 ということなんですね。まあ、つまりですね、はい、民間団体の活動を促進というのはですね、まあ、そちらにね、金が行くと、えー、そっちにね、あの予算つけろ、みたいなね、法案になって、えー、しまうところをですね、まあ、このね、維新と国民の案によってですね、えー、そこがね、削除されたということに関してはですね、まあ、私ね、あの、はい、維新、 の関与とまあ、国民民主党さんにはですね、えー、まあこの動きはですねまあ大変評価したいと思いますということでまあねこういう理解増進法案私は利権増進法案とね呼んでおりますけれどまあ、私に限らずね多くの方がこの理,理解増進法ならの利権増進法とは呼んでいるわけなんですけれどとりあえずね一番の懸念はもうそこになるわけでございますまあ、皆さんのね大切な税金がはい果たして必要なのかということにですねは使われる。 可能性があるわけなのでまあ、そういったところ、えー、皆さんもね、あの、そういう法,法律に関してはですね、法律ができるときは、そういうところをですね、えー、ご注目いただきたいとは思っております。まあもちろんですね、はい、この法案に関して、まあ女性用トイレであったり、まあ風呂の問題がまあありますので、まあそこもね、あの非常に重要なところではありますが、えー、まあ税金がね、えー、結構使われるというところ、まあその程度をね、あのかなり削って、 たように思われる点に関しては、まあ今回の、ね、修正案というのは修正されたこと自体はね、良、えー、かったんじゃないかなとは思います。はい。まあ繰り返しになりますが、ない方がいい。 法律であると思います。あの、まあ、憲法14条というのがね、えー、あるわけで、まあ、今回のね、LGBT 理解増進法案、こういうね、あの、LGBT への差別をなくすとね、えー、そういう、ね、趣旨でもあるわけなんですけれど、いやいやいや、もともと憲法14条にはですね、差別はしてはいけないとね、えー、そういうふうな規定があるので、憲法14条がね、あるんだからも、この理解、LGBT 理解増進法案はいらんだろうというのも、まあ、私の意見でもあります。 がはい。まあ、残念ながらですね。この件に関して、ね、あの、質問収書を、えー、提出させていただいたんですが、残念ながら、政府のね、答弁としては、もうね、あのと、ほぼ答弁拒否みたいなね、形でしたね。ということで、はなはだ残念ではありますが、まあ、今後ですね、はい、LGBT 利権増進法案というのが、今国会では、まあ、成立する方針でございます。ちょっと繰り返しになりますが、まあ、維新とね、維新さんと国民さんの、まあ、働きに関しては、まあ、評価を する一方でですね、やっぱりね、この法案自体いらないと考えますので、私は、ね、今後来るであろう参議院本会議でのねこの法案の採決の時には反対をする方針でございます。以上です。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。NHK を ¡Guau!